あの今年に入って、うん、安倍さんがや26回やったことって何だと思います、えー、?49 回は任命説、うん、責任は俺にあるじゃないの回26回、うん、49回はそれだ外交じゃないよ、うん、内政で今<年>、うん、26回 国会でやじ飛ばしたその数ですかそれだけ飛ばしてんだけどどうしようもないやつだろこいつ昔ってさそんな首相いたいないよそんなのどうしようもない首相だよどうしようもないよ何が憲法審査会だやめろばっとか思います黙っていられないのかね バンバン疲れると。うん 森森ともかけの問題出てくるとすごいよね。すごかったでしょ。あ、そうなの。あれと同じやたくない話題が出てくるとやれる。わかりやすいんですよ。今非常に苦しいっていうのがよくわかる。なるほど。わかりやすい。なんで苦しいかったら、まあ例の民間英語試験の導入じゃないですか。だって思い出しちゃうもんね。かけ問題のことでこれはね、やっぱりね、下村博文元の文科大臣と現文科大大臣の あの萩生田、うんえー、この2人が、うん 2> ま、主役ですね、うん、でひどいわもう腐ったみかん箱だ本当に、うん、ねえ下村さんがさあそこの民間の会社とすごい仲よかベネッセ言ってるし <laughs> そこで仲良かったらもう出てきちゃうしな民間会社が新聞でも出てるじゃんベネッセって。<laughs> なんと3,400万の個人情報を漏らしたベネッセだ <laughs> もう先生ベネッセっていうたびに燕が飛ぶから <laughs> ごめんごめんでもともと下村文科大臣元それがこの民間あの英語の民間試験を導入してきたその話題になったのは、うん 下村氏が金に汚くて「週刊文春」でバンバン叩かれていて白友会っていうのがもともと政治団体としてはこう認可されてないね公認団体でないのにそこからどんどん,あのなんていうの献金をね下村向けにやってるとで白友会の中に実はベネッセの教育総合研究所長と理事とかそれから元の社長の福島康氏っていう人が。 講演会に入ってるこれもう一体化してんじゃないか癒着してんじゃないかっていうふうに指摘されてるんです。絶でうんしかも敬語,、ね、語の模擬試験をやってる時に <laughs>、うん。<laughs> 身の丈発言で問題になったのは受験料が非常に高くて経済格差の問題になりますよとそれから地域格差があって試験場がないからもうそういう意味ですごい国担があるていう格差問題っていうのが問題になったんですけどさらにいろいろ国会で明らかになったのはリスニングテストで非常に何て言うんですか公正さがない。うと あのー、まあ 単に受験を監督してるだけじゃなくて、うん、アルバイトが採点してたりとかさそういう問題が出てきちゃってうん、うん、アルバイト依存でやってるとコスト重視で、ねうん、ただそうさ下村さんってさ昔ね貧しくて新聞配達して苦学してとかってそう,いう、ね、そういう方でいらっしゃるのに例えばこの民間試験にしたって1回かかる費用が2万円以上かかるのを これ誰が見たって何回も受けた人の方が特に。 決まってるじゃない。だから、まあ、人間の品性の問題でしょクズでしょはっきり。言えばう、あれクズじゃなかったら、なんの。なのになぜ、そういう試験を導入したのかが。なんかよくわから。下村さんってさ、都議会選の。都議会選の前に。あの、何、なんだっけ、文春で何かで載って、その説明をきちんと都議会選後にするっつったけど、そのままするに。しうで 何の問題だっけあれ金の問題だったよね 問題になっているのは英語の民間試験のやり方とかあるいは記述式問題の採点の仕方それを一括してベネッセが引き受けたとかということもあるんですけどもともと制度として大学入試の制度として非常に問題があるところとベネッセが絡んでいるというところでいろいろ問題になっちゃっているということなので制度としてやっぱりこれ、ひどいです制度もひどい っていうこともあるけど、うん、ベネッセっていう企業に、うん、あの元文,文部科学省の事務次官が二名甘くなってるんだはは、うんうん、はいはいはい,、はい。英語検定に対すること、ね、下村博文のもとに講演会でやったらパーティー行ったりなんかしてるの一方で、うん、文,科文科省の事務次官が甘くなっててそれで民間試験を導入して、うん 多くの授業受験生に格差をもたらすなんて最低じゃん教育食いいい物にしてのか金子さんや室井さんの話にあんまり乗っかるのは僕も立場上よろしくないと思いますけど最悪のシナリオとしてはそのベネッセありきでこの制度を設計したとなれば本当に問題で。いやさんで大学でさ試験試験を担当している教育教育 教教員員ももいいるわけじゃないですか英語の公平性を保ちながらいろいろやって、うんうん、確かにね、うん、ヒアリングとかその、うん、なんだただ単にライティングやあのあのリーディングだけだとリスニングはやってないとかね、うん、そういういろんな問題はあるけれどもあるけれどもこう試験っていうのは、うん 公平じゃゃななきいいけないし、うん、誰もが、うん、あの客観的でなきゃいけないし、うん、そのために大学の予算を割いてるわけじゃないですか、うん、そこにわざわざ自分と関係のあるやつに大量に その試験を発注しちゃってしかもそれが民間の企業の論理でアルバイトを依存でやってるなんてことになったら、うん、試験っていうのは何なのになっちゃうでしょう、うん、試験受けさせてるのかっていう、うん、本当に見て、うん、公営かどうかっていう,う。普通に考えてさ 例えば各大学が受験生取るわけじゃん、うん、だったら全国共通でやるのはさ、うん、まあわかんないけど50万人が受けるんだったらここはマークシートにしといて、うん、マークシートで選抜したものを各大学がこう取もう一回自分の大学の試験問題を出してやれば普通にいいなと思うんだけど一番最初から。 マークシートじゃなくしちゃってしかもそれをアルバイトの人がるやるする可能性あのさっき。それさテストだけじゃないでしょう、うん、だからもしだってお金になるし、ね、ち,ょちょっとひどすぎると思うのは現文科大臣の萩生田氏も、うん、はっきり言ってこクズだわ。 ちょっとやわらかくしましょうね2014年人。でもその前にさ小泉改革があっとかねいろんなのあって、うん、社会全体の話よ、うん、民間にできることは民間にしようみたいな、ね、小さな政府をこう想像したわけじゃない、ね、それでいろんな流れの中のにも、ね、こういうことも入ってるのかなと思うわけよでも小さな政府にしちゃいけないところは、うん あるわけじゃない教育は特にそうだし国がここは本当は国がお金をかけなくちゃいけないところなのに今まで国がお金をかけないから全国のお父さんとお母さんとかも必死になって子どもに教育を注いだわけでしょ確かにね教育が歪んでるかもしれないけど最低限公平であるとか。 お金やいろんな、ね、あの差でさ地域住んでる地域の差で試験に受けられないとか特定の条件が悪いとかいうことあったらほとんど国民が平等に受けるあの教育を受ける権利そのものがねもう侵害されるのと同じじゃないそれを第一に考えなきゃいけないのにねそれを公然と無視するようなやり方身の丈なんてもうとんでもないよ。 そういう感覚はね僕はまあゃ大学にまあなんか職をもらってたせいかもしれないけどもらってるせいかもしれないけどちょっっとひどすぎるかなっていう。これ今見直しになってるけどどこまでどう見直すの 今いやだから下村が、うん、下村が萩生田が絡んでるものは全部白紙撤回だよ。うん、<laughs> いやそれは当たり前じゃん金子さんのご意見ですよね。うん、今のところ英語の民間試験は白紙に戻して制度設計を1年かけてやるということでそれからあの記述式の,その国語と数学の採点に関しては非常に問題があってでさっき金子先生がおっしゃってるようにそのベネッセに一括して委託するのがいいのかどうかっていう問題があるんですけどとりあえずもう2 0 0 2 2020年4月からその制度が進むということになってるんですけど、立憲民主党とかはそれを変える法案を今国会で出そうとしてるっていう、まあ、これから議論がその国民の間で、これはひどいっていうのが、また盛り上がってくればひどい、ひどいっていうのはさ、ええ、確かに今言ったような、うん、あの理由だけど、やってる人物が、うん、その教育にふさわしくないんだもん。 いいやいやまず制度の話からしましょうい<や>制度もそうだけど受験生にとって大事なことは何でそういう制度を作ってるかって言ったらね、うんうん、例えば愛知なんだっけトリエンナールの補助金を、うん、あの不交付にするとかはい、はい、思想心情で差別するかもしれないじゃん地域や経済の格差と同じじゃないですか。 うん、そういうことはもう放送関係でも放送法関係で脅迫をするような発言を2014年選挙選挙の時もやってるし加計学園の文書に関して文科省が暴露したね、うん、あの文書で10月21日のなんだあの官房副長長官時代のねそのなんだ 官邸は本気だみたいな文部科学省の官僚のメモですよね。ご意向はもう締め切りがあるとかね今になって私の名前が使われたみたいなことを急に言い出したわけですよね。というようなことて行政上の公平さみたいなのがない中でただね今どうしようとしてるかっていうとあれだよね自民党の聖光さん幹事長この問題は文科省事務方の 制度設計の爪の甘さが原因だって言ってるわけだで菅官房長官は文部科学省と民間試験団体の連携調整が十分でなかったって言ってるわけだ柴山さんは見送られたのは円滑な実施に向けて取り組んできた関係者にとって意外であったって言ってるわけだ。 これ、自分たちのせん、待ってくれ、待ってくれ。菅官房長官はカジノでちゃんと制度設計してるのか。施工は関連マネーを還流してキックバックして。これで、あの、愛知トリエンナーレの交付金をなくしたのも。萩生田文部科学大臣は、文化庁はやったって言ってるんですよ。文化庁の長官、は私決済してないって言ってるんですよ。官僚が勝手にやったって。だからみんな責任とかですね、どん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 。押し付けてるし。 そう、そうね官僚の方はお、官僚だって言われたことやってるだけだって言うだろうしね。いや、僕ね、うん、思うんですけどね、教育が。うん その特にね、中越沖地震以降ね、学校建設が最大の公共事業になってたり、それがだんだんあのいろんな意味で政治の腐敗の原理になってるし、原発再稼働をやった途端に安全対策で、あれが関連マネーになったりするじゃないですか、こういう体質みたいな、腐ってる体質みたいなのが、次々とその安倍官邸の中の、で次つと出てきてる状態ですよ、菅原。 大先生は今日激しかったけどで許せないのよね先生って真面目にやってたから、うん、教育っていう分野でもそういうふうなでたらめなことをするんだっていうね。いうかさ子どまさに金子勝さんの一番大事なところに触れちゃったわけね,これねそうそう教育って子どもや青年がね基本的にそこを自分たちが人格を投与しながら あの旅立っていくわけじゃないですかそこのとこはがさフェアじゃなかったらさ社会に慣れ立たないからそこはやっぱりあの僕はちょっと言い過ぎだかもしれないけど僕は絶対ねだって先生萩牛田さんのせいで50本は抜けたよねあ、それは大変なことだこれは許せないですよね僕ははい分かりました抜けたことじゃないですよねはいありがとうございました